ぱ。こんにちは、ヒヨンです。今回はですね、お気に入りコスメを使って春メイクをしていきたいと思います。メイク動画が久しぶりなのかなっていう感じがするんですけど、つべこべ言わずに始めますか。それでは、スタート。新生活にもおすすめできる好印象メイクをしていきたいなって思うんですけど、今日使おうと思ってるリップが新しく発売されたものなんですけど、めちゃくちゃ可愛いのでみんなにね早くレビューしたいなって思うので、最後まで見ていただけると嬉しいです。早速メイクをしていきます。1つ目、こちらアミューズヴィーガンピーチクリーム01番ロージー。この滑らかさだけど肌に割としっかりついてくれるようなテクスチャーが薄すぎなくて、私はとっても好きです。見たら分かると思うんですけど、本当に伸びがよくって、ちょっとトーンアップしてくれる感じ、明るくしてくれる感じなので、春メイクにぴったりかなって思い選んでみました。ここにねちょっとニキビができちゃったんですけど、最近私 R1 を飲んで花粉症が軽減されたっていうお友達の話を聞き、私も重度の花粉症だから私もやってみようって思って、2週間ぐらいかな続けてみたんですよ、毎日。そしたらニキビができたから、多分私には合ってないんだろうなって思ってやめました。密かに始めてたけど速攻でやめました。やっぱり人によって合う合わないがあるから、試してみて、ニキビができちゃう人は速攻でやめた方がいいですね。いつものニキビとできる感じが違うというか、あんま乳製品が合ってないんだと思う。はい、こんな感じに仕上がりました。肌が明るくなってツヤ感もあっていい感じ。ロージーを使ったんですけど、ベアっていう色もあるのでお好みの色を選んでみてください。続きまして、アミューズのデュージェリービーガンクッション01番のスーンスー。アミューズのクッションファンで全部で3つあるんですけど、それぞれおすすめが違って、このアイテムは一番多くの方、いろんな肌質の方におすすめできるクッションかなって思います。私が今持ってるカラーは2色あるんですけど、01番のスーンスーピュアっていう色でピンクベースで、こっちが 1.5 のクリアで晴れっていう色なんですけど、ニュートラルベースになっていて結構ナチュラルな肌色になってます。プニプニのメッシュ素材みたいな感じになってるんですけど、手につけた時もそんなにバッチバチにつかない、クリアな色目が肌をねすごい綺麗に見せてくれるんですよ。ピンクベースではあるけど、そんなめちゃくちゃにピンクっていう感じじゃないから、いろんな方が使いやすいと思います。結構ツヤ肌に仕上げてくれるっていう感じで、なんか表面だけがツヤっていう感じじゃなくて、肌の内側から潤ってる感を出してくれるので、そういうところも好きです。でこの 1.5 番の色に関してはこんな感じ、ほんとどっちもね少し雰囲気色味が違うっていう感じだから、クッションを見た方が分かりやすいかもしれない。こっちが01番でこっちが 1.5 番。私が普段メイクするって言ったら多分 1.5 を選んでるんだけど、今回は春メイクっていうことなので01番を使いたいと思います。肌につけた時にめちゃくちゃ気持ちいいの、潤いを感じる。指で取った時に結構薄いかなっていう感じがあると思うんですけど、このニキビは結構さもう赤みがすごいからめっちゃ隠れるってわけじゃないけど、ちょっとしたニキビ跡としっかり隠してくれる、こんな感じです。ツヤ感がすごい、めちゃくちゃ綺麗じゃない。ファンデーションをしっかり塗ってますっていう感じがないので、本当に好印象だと思う。今は2色なんですけど、もう1色02番のヌードっていう色もあって、これはピンクベースなんだけど01番よりももう少しちょっとトーンが落ち着いてる感じになります。このアイテムは敏感肌の方でも使える低刺激の成分が入っていて、 70% ジェリーエッセンスが入ってるんですけど、形状記憶ジェリーテクスチャーって言って、弾力と肌張りも与えてくれるみたいです。形状記憶ジェリーテクスチャーってすごくない？あとね、マスクにもつきにくいジェリーコーティングフィニッシュ効果もあるみたいです。ツヤ肌仕上げなのにマスクにつきにくいってめちゃくちゃありがたくない？こんな感じに仕上がりました。素肌感っていうのがすごくね伝わると思う。厚塗り感が本当に全くないです。こういう肌の仕上がりって本当に好印象だと思うので、学校にメイクをしていけるかわからないけど、新学期だったり新生活新社会人の方とかにもすっごいいいと思う。でちょっとここはニキビができちゃってるのでコンシーラーをします。このニキビ早く治ってほしい。
そしたら眉毛スクリューブラシで整えてもらい、あんまり太すぎないというか眉毛の形を変えないで足りない部分でだけ足すようにしてます。ちょっと前はみんなにも指摘されてたけど太かったよね。最近その太さをあんまり出さないように色を重ねて自眉ですっていう感じ、作り込みすぎないように使用してます。眉毛描くとき無言になってしまう。やっぱ肌がめっちゃ気に入ってる。ここら辺とかめっちゃ綺麗。アメーズのコスメって春メイクしたくなりません？パッケージとかもめちゃくちゃ可愛いし気分が上がる。そのブランドによっても雰囲気って違うと思うけど、アメーズって結構春とかパステルカラーとか明るい色のイメージ。インスタのさ画像とかも本当に可愛いし、ストーリーとかもいちいち可愛いんだよね全部が。そういうところも好き。涙袋も描いちゃう。眉マスカラ、眉頭の毛並みを上げるぐらい、はい、こんな感じです。そしたらハイライト、アミューズヴィーガンフェイスオールパレット02番ピーチグローの色を使いたいと思います。チークだったりアイシャドウだったりハイライトとかいろいろ入ってるパレットですね。かわいいよね。今回はハイライトを使いたいのでこの色を使っていきます。めっちゃ目立つっていうよりもほんとほのかにっていう感じなのですごくさりげなくていいかなって思います。にします。頬の高い位置、鼻筋、顎、上唇で指で女神スポット、さりげなく華やかな印象にしてくれるので、あんまり女神スポットを派手にしたくないとかあるじゃないですか。今回テーマが春メイクで好印象っていうのもあるので、ラメ塗ったらもちろん可愛いんですけど、あまりにもキラキラしてるとちょっとおーすごいなっていう感じの印象になっちゃうと思うから、最初はこのぐらいのさりげない輝きで抑えるのがいいと思います。何度見ても肌が綺麗、嬉しいよ。自然光で自分の肌を見るほど現実ってないじゃないですか。自然光で見てもめちゃくちゃいい感じ。そしたら次、私の大好きなやつです。タラーン、アミューズのアイビーガンシアーパレット02番シアーピンク。これは何回も動画に出してる。でも今年初ですね。いつ見ても可愛いこの色たちが。本当に捨て色がないので目元につけた時に全ての色が相まって透明感が出るというか、本当に綺麗なパレットです。実際に出してみるとこんな感じです。めっちゃ可愛くない？つけた時に粉飛びとかしなくてしっとりしたテクスチャーなので肌に馴染んでくれて綺麗に仕上がるポイントなのかなって思います。こういう風に見るとラメの種類が全部違って、この3つがシアーマットで、この色がシアーサテン、この2つがシアーグリッター。質感がこういう風に少しずつ違うからすごいね、目元が上品になるというかヘルシーなイメージになるかなっていう感じ。やりすぎ感もないから。今回のアミューズの動画はやりすぎ感がないってめちゃくちゃ言ってる気がする。それぐらい肌に馴染んでくれてナチュラルな仕上がりなのに繊細さはあったり可愛らしさはあったりっていう感じ感じだから本当に可愛いんですよ。この色をアイホール全体に塗りたいと思います。今日は春メイクっていうことで鏡もこういうちょっと春っぽいカラーにしてみました。お洋服もそうだし、このほのかなラメがめっちゃ可愛い。ポワーンと色づいてくれてる感じ。マットじゃないから可愛らしい印象をしっかり与えてくれる。でも自然。同じ色を涙袋、可愛すぎ。こちらの色を目尻の方に塗ってちょっと締める。ほんと超ピュア感の春メイクにしたかったらこういう締め入れも塗らずにクリアなピンクっていう感じのアイメイクにしたらいいと思うんですけど、私ももう30だし締め色もしっかり塗ります。めっちゃ可愛くない？良い。下のラインは少しぼかしながらめっちゃ細く入れるっていうよりもちょい広めというか、涙袋の2分の1ぐらいまでは締め色がつくように。そしたらこのちょっと濃い色、細いブラシで取ってラインっぽく目尻に塗ります。で少しだけ目頭先端の部分に入れとく。ちょっとグッとしたイメージになると思います。ラインを全部引いてしまうと目が小さくなるし、ちょっとピュア感がなさすぎるっていう感じになるから、目頭の部分にだけ、こんな感じです。可愛いんじゃない？そしたら私最近ハマってるラメの入れ方があって、より小さいブラシ、これを使ってピンクの色を涙袋の黒目の前ぐらいまでラインっぽく引く。
その入れ方に最近ハマってます。こういう感じで小範囲だけにラメを塗ることによって、ラメがこれピンクなんですけど、やりすぎ感がなくて、でもちょっと色づいてて可愛らしいっていうちょうどいい雰囲気になるから、最近はラメを入れるようにしてます。もっとラメ感が欲しい方はこの黒目の上とかにも塗ってもいいと思うんですけど、全体的に散りばめられたラメがついているので、このぐらいで終了。めっちゃ可愛くない？いい感じ。そしたらラインを引きます。さっき締め色でラインっぽく塗ったんですけど、それを邪魔しないような流し方、目のラインに沿って引くっていう感じですね。そしたらマスカラ、ボリュームが出ないように長さが出るようにしっかりセパレートになるように入れます。ブラックとかでもいいと思うんですけど、強すぎちゃうかなって感じがするから、今回はシアーブラックっていう、あの真っ黒じゃない色を選びました。まつげこんな感じに仕上がりました。下まつげとかもめっちゃやりすぎっていうよりは、ちょいふさみたいな感じ、ふさまでないかな、ちょっとあるなぐらいにしました。チークなんですけど、クリームチークもいいし、さっきのパレットに入ってたこっちの色もめちゃくちゃ可愛いと思うんですけど、どうしようかな、この色か、こっちの方がコーラルっぽい感じですね。これはソフトクリームチーク01番02番、どうしよう、好印象だから、なんかふわーっとのせたいんだよな。ってことでこの色にします。チークを塗る範囲もほんと丸とか楕円とかじゃなくて、ふんわり塗るように形は決めずにポン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 って塗ってます。こんな感じ、かわいい、さりげない、いいんじゃない、こんな感じです。したらリップですね。最初にも言ったんですけど、今回のリップめちゃくちゃ可愛くて、9色あるんだけど、ほんと全部可愛いからみんなにお見せしたいんですよね。いいですか、時間いただいて。めっちゃ可愛いの最後なんだけど、リップ塗れば終わるんだけど、パッケージから最強に可愛いですよ。タラーン、アミューズのジェルフィットティント桜ジェリーっていう色です。桜ジェリーっていう色は日本限定のカラーなんですよ。いつも応援してくださってる日本のお客様のために作ったカラーみたいです。名前通り日本の春の桜からインスピレーションを受け付けた落ち着いたピンクベージュに桜ピンクが少し加わったピーチピンクベージュ、他にも全部で9色あるんですけど、上から桜ジェリー、落ち着いたピーチベージュに桜ピンクが一滴加わったピーチピンクベージュ色、結構ほんとこう見てみると落ち着いてるカラーですよね。で01番の桃ジェリーっていう色、ふにゅっとした桃果肉そのまま、桃ジェリーニュートラルトーンで、02番がヘルシーサーモン、プルンとした紅色の唇に健康な血色を与えるコーラルサーモン、03番がヌーディーピンク、生まれつきのヌーディーな唇がピンクに染められたヘルシーヌードピンク、04番のローズミルク、摘んだばかりのフレッシュなローズにミルクを一滴、爽やかなミルキーローズ、05番のベージュフィグ、健康なオーツ麦にイチジク色を加えたソフトフィグベージュで、6番がソウルガール、多彩なソウルのシーンを盛り込んだ自由奔放なモーブピンク、この7番生キャラメル、甘いシュガーで煮詰めて深みを増したソフトキャラメルローズ、最後の08番ゴージャスモーブっていう色なんですけど、バラ色で始まる新次元のモーブファンタジーミステリーローズモーブって感じのラインナップなんだけど、全色可愛すぎない？このツヤ感ね、色とツヤと保湿が12時間続いて、塗った時のテクスチャー的にプニュッとちょっともっちりした感じ、すごいフィットしてくれます。ジェルフィットテクスチャーらしい、トリプルツヤシステムでツヤはもちろんなんですけど、乾燥する隙もなくしっかり保湿してくれるし、ケアもしてくれるらしいです。とにかくパッケージが可愛すぎるっていうのと、なんかこんなパッケージ見たことなくない？結構小さめのサイズなので、バッグにポーンと入れといて取り出す時もすごく可愛いなって思います。サイズ感がいいですね。何をつけようかなって思った時に、もうほんと全色可愛すぎるんですけど、桜ジェリーはさっきも言った通り、いつも応援してくれる日本のお客様に向けて限定で作ったカラーなので、つけたいなっていう気持ちもあるし、05番のベージュフィグも可愛いかなって思って、だから桜ジェリーにしようかな。すごい落ち着いてるカラーだけど可愛らしさもあって、結構どんなメイクにも似合う気がする。この日本限定の桜ジェリーのカラーは3月1日に9点メガ割で発売されるみたいです。発色もめちゃくちゃいいし、すっごい使いやすいし、文句ないリップなんじゃないでしょうか。いい感じ。そしたらメイクの完成です。好印象春メイクができました。はい、そしたらヘアセットをしたいと思います。はい、ヘアセットをしていきたいんですけど、今前髪をまっすぐにしました。で最近は前髪をちょっと広めに切っていて、いつもストレートにしてます。
カツって感じでつけてる。ふわってさせないようにシュッとアイロンを入れる感じ。お土産の毛束はプンとワンカールに、それ以外は全部ストレート。前髪はちょっと毛束感があった方がいいので、スプレーでちょっとってやったらすぐに毛束を作る。はい、髪の毛の完成です。いい、はい、って感じで今回はお気に入りコスメで春メイクをしてみたんですけど、いかがですか？こんな感じです。好印象メイクっていうのもあったので、やりすぎ感がなくてでもナチュラルで可愛さはあるっていう感じのメイクができたんじゃないかなって思います。めっちゃ可愛いお気に入りのメイクです。詳しい詳細はいつも通り概要欄に書いておくので、ぜひチェックしてみてください。3月1日から3月12日まで9点目替わり期間中になるんですけど、このジェルフィットティント日本限定色の桜ジェリーは3月1日から発売されます。でこのアイテムだったり他のアミューズのベストアイテムたちも目替わり限定のお得な価格プラススペシャルギフトがあるみたいなので、皆さんお見逃しなくです。もうすぐ春っていうことでワクワクな季節なんですけど、今日のメイク皆さんの参考にしていただけたら嬉しいです。って感じでこの動画が楽しかったり、また私のメイク動画見たいなって思ってくれた方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。グラーン、アンニョーン。